1993年の日本ハムファイターズでは、1993年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、3回目の大沢、刑事監督体制の1年目のシーズンである。1992年オフに、土橋正幸前監督が、成績不振を理由に辞任すると、大こそオーナーの説得もあり、大沢球団常務が9年ぶりに監督復帰。 当主人は、西崎幸宏、柴田康光、武田和弘、先発に転向した白井工場が先発ローテを守り、中継には、酒井光次郎や芝草空、守護神には、当初新人の山原和俊を置いていたが不審と、故障が重なり離脱、一方開幕前に故障を離脱していた、金石昭人が復帰したが一軍の先発が充実していたこともあり、 大役でストッパーを務めると見事な投球で、守護神として固定され、盤石だった。打撃陣でも、不動の4番マットウィンタースとこの年入団のリックシューが打線の中心となり、右ひツ通で前年棒に振った田中幸雄が外野に回り、守備固めやダイソーでの起用が中心だった広瀬哲郎が田中から遊撃のポジションを奪取し、 瞬速の白井和幸と1.2番コンビを形成。かつての主砲、大島康則も代打で活躍するなど、快進撃の一翼を担った。大型補強はなかったものの、戦力の層が厚いチームは4月首位に立つが、5月に負け越し2位に転落。夏場に大きく勝ち越して3連覇中だった西部を追い上げ、8月20日からの東京ドーム3連戦で西部を3立て、 しかし、終盤以降勝ち星を伸ばせず、西部にマジックテントを許し、結局大沢監督の1年目は2位で終了。打線が息切れしたものの西崎、柴田、武田などが堅実に勝ち星を重ね、11年ぶりに優勝戦線に食い込むなど充実した1年となった。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。